F1 界において若手日本人ドライバーである角田寛敦の未来が大きな注目を集めている彼の今後の動向はチームの移籍や可能性に関する激しい噂が絶えることがない最新の情報によれば角田は2026年からホンダとタッグを組むアストン・バーティンに移籍する可能性が浮上しており A メディアもこれを特集しているこのビデオで その舞台裏に迫りながら、角田博史やつ氏の今後について詳細に分析していく。アストン・バーティンがホンダとの提携を検討しているとの情報は、F1 班にとって興奮の種である。現在、ホンダのエンジンサプライヤーとなることが予定されている2026年から、アストン・バーティンの世界にはどのような変化が訪れるのだろうか。G p ブログは、 ホンダの登場がアストン・マーティンにとって何を意味するか、との見出しで、その意味を詳細に解説している。一方で、角田博敦氏の今後にはレッドブルへの昇格が浮上している。しかし、G k ブログはその現実味を疑問視している。角田がアルハタウリで高いパフォーマンスを発揮しているとはいえ、 トップランナーであるアロンソの直接の後継者としての能力にはまだ疑念が残ると指摘している。一方で、アレキサンダー、アルボンの名前も挙がっており、ウィリアムズからアストン・マーティンへの移籍が前進となる可能性も示唆されている。一方で、アストン・マーティンにはセカンドマンの座が用意されている。中国企業による買収の可能性が浮上しており、 これがチームの未来にどのような影響を与えるかは未知数である。祝冠無理酒井がアストンバーティンへの移籍と関連しているとの指摘もあり、状況次第では角田と州の日中コンビが実現する可能性も考えられる。これにより、チームのダイナミクスや国際的な要素が F1 に新たな興奮をもたらすこととなるだろう。 角田宏敦の個性やこれまでの実績に焦点を当て彼が F1 界でどのように進化してきたかを振り返る若干の行き詰まりを感じさせるアルハタウリでのシーズンを通じて彼がどのように成長し今後のキャリアにどのような期待が寄せられているのかについて考察する角田宏敦の未来に対する期待は高まるばかりである。 彼の移籍先や今後のレースでのパフォーマンスが F1 の舞台裏に新たな興奮とドラマをもたらすことは間違いない。アストン・マーティンとホンダの提携が実現すれば日本人ドライバーとしての彼の存在感が一層際立つことだろう。さらに中国企業の動向が混迷を極める中で週刊無理社会との日中コンビ が、現実化する可能性についての注目も高まっている。f1 ファンは角田宏敦氏の新たな賞が幕を開けることに期待を寄せているに違いない。